絶対 75% くらい使いますよ。僕は20個で吸わないじゃん。クリスマスタイムです。クリスマスタイムです。最初はトニーさん。すいません。の、え、最初からすみません。どんなイメージがあって、どんなイメージかな、うん、大人のクリスマスコスプレみたいな感じ、うんうん、ミニスカートとサンタさんのふわふわのカラーとプレゼントとか、あとちょっとお腹出てるベーシックな感じ。どういうポーズですか。ちょっと歩きます、これから。あ、これから来るよ。そう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 、時間ない。時間ない急にちょっと何か書くとかちゃんと決まってない。はい、プレゼント、じゃねーじゃねー。あの手袋長い、そうですね、スリーズがある。あの、そう、この手袋ここまで。アームグラブ、さすがにあの聞いたことあるから詳しいですよね。そうですね、毎日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 なんだ、うん、そうそう、あの、なんかご飯作るのためになんかフライとかフィッシュフライ、そしてパスタ作るのためにも、ああ、よく4つぐらいあるんですよ。やっぱりそうだね。嘘です。料理するときにこれが来やすい。ああ、でもお腹なんか油、あったかい油がちょーっと、そうそうそう、だからもう、うん、やめた。あ、なるほど、残念だよ。残念ですね。だから今はクリスマスだけこの、なるほど、この、 あのコスプレやってます。あ、でなんか小さいプレゼントがすごい、ちょっと寂しい、薄く書いてある、なんかホールが入ってますですよ。プルンってちょっと、ああ、落ちたんだ。その後サンタさんが、あ、これじゃあそういうサンタさん欲しいな、うん、でも実は逃げるんですよ。サンタさんが来る、実は泥棒。あ、泥棒、そうそう、これは泥棒です。何、どういうクリスマス泥棒です。クリスマス、まあでも確かにクリスマス泥棒は言いますね。そう。あ、気をつけください、あの本当にあのクリスマス泥棒いるです。ここにいます。そうそう、こういう格好をしてます。ちょっとこの辺でピンポン、そして本当に be careful、 like with the like the、 この人を見たらすぐに電話してください。そう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 。駅の前でな、見たことありますか。そう、あとこの価値観がなんか顔が見、なるほど、全部嘘です、すみません。この感じです。次は座っているバージョン。お、まあ大体テーマが同じ。これは気になった。あ、何が入っているか。そう、あとどこから、そう、例えばこれ持ってるじゃん。うんうん、でもこれオープンです。なるほど、ね、入りきれなくて無理やりに詰めている。うんうんうん、でそれに本当はこれは休憩で座ってる状態じゃなくて、うん、あのやっぱり重すぎて出発できない。ああ、はい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 、はい、ですですです。まあ嘘です。まあ服は大体トニーの真似をしちゃって似たようなクロークこれが好きです。マントマントマント結構好きです。実はそれはいいポイントかなと思う。あ、マントがマントスタイル。そう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 。まあ寒いし。寒いですね。今回は目とか集中しすぎて、うん、あ、結局体の書く時間がなくなっちゃって。まあ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 、タイムマネジメント、タイムマネジメント大事だよね。大事ね。チャレンジのところは何ですか。チャレンジは、まあ、実はこういうあの座っているポーズ、うん、なんていうかな、この足が開いてる、 あんまり書いたことなくて書きたかった、うん、なので後であのアドバイスもらいます。うん、そんなところかな。そう、よくこのポーズ見てますな。なんかそういうポーズはよくなんか見たことあるのに、なんか本当は自分で書くとどういうなんか足はどういう、そうですね、ことになるとか、なんかもっとポクッみたいな、もっと隣で足の下のところが見えるのかとか、まあ、角度が間違えてるとか。そう、それ気になるですね。うん、そう、僕の元カノよくこの感じで座って、僕はスペース全くないですよ。そうね、こたつが、こたつでこうやって座れるんだ。そう、僕はこのぐらいスペースあるじゃん。絶対 75% くらい使いますよ。僕は20個で座れないじゃん。なるほど、ああ、スペース取りすぎてるんだ、うん、だから別れた。あ、なるほど。そうそうそう、やっぱりこたつでこの人と相性が悪いのか分かりますよね。そうですね。狭いから。狭い。狭い。どういう話。すみません、すみません、あのちょっとバカな話また。まあそんな感じです。はい、おーい、はい、じゃあ軽くどういうイメージで書こうとしてたとか、アプローチとか、
まあサンタコスチュームばっかりでもなんだなと思って、うん、トナカイにしてみました以上さすがさすがでもやっぱりクリスマスは SD キャラクターが可愛いですねなのかな、うん、こういう直線じゃなくて曲線だからなんてムチムチしてる感があっていいですね ね幼児はムチムチしてて可愛いじゃないですかかわいいですねまあその可愛らしさを表現するために全体的に丸くちょっとドラえもんを彷彿させるようになるなるいいモデルですね、うん、そうほらそっかおや、うんうんうん、そっかそっかもうベルトある髪をなくしたらもう丸でドラなんとかね、なんかね、まあ、こうそ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 うどんどん青くなっておいいいいと思いますよどん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 そうダブルパーフェスですねいいね尻尾は確かこの色だっただよなうんうんとかうん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 ねコスプレも楽しそうですね、うん、そうクリスマスとなんとかもんのコスプレできますですねちょっとテイストを変えるだけでね全然別のものあなるほどそうねそう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 すごいね、うん、じゃあ比較してもらいますまず、はい、トーニーのあーまあ結構赤い服にモコモコっていう一番皆さんが見慣れてるような感じなんですけどこの場合だったらそうだなあ手袋うんあうん確かこういう風にここまで持ってきちゃうとか、うん、そう足もモコモコで統一するんだったらブーツもこんな感じでまとめちゃうとか飾り、うん、ああいいですねとか、うんうん、まあそういうのを結構このアクセントがいい、うん、このふわふわ の影とか どうすればいいの、うん、ああそうですねまあこれをこんな感じで表現してみる。もうティートップがいいですね。おお。じゃあ線画と同じ形。そうですね。質感はそんな感じで。なるほど。ところどころこういう影を入れていけば、まあそれっぽく見えるんじゃないかなと。やっぱり時間の問題ですね。そういう予測。そうですね。そう絵描くの前でちょっとパーツのところ一回だけ練習やった方がいい。うん、まあ大体まあ人それぞれのやり方なんですけど、大体のボリュームができたら本当に一本線で描いてもその後もう鉛筆で清書するように綺麗に描く人もいるし、うん、何度も何度も描き直して。うん完成させていく人もいるし、うん、慣れの度合いによってね描き方も変わってくると思うんで、うん、なるほどそう例えば僕はいっぱい線とか入ったらちょっと頭邪魔になる、うん、だから何がベストちょっと分からないですね、うん、まあそれは自分で探っていくしかないんであちょっと汚くなっちゃったなと思ったら新しい紙を上からかぶせて、うんうんうん、線を整理しながら引いててもいいし、うん、あー OKOK もしこれやったら、うん、たまに僕は2回なんか俺3回紙取り直して、うん、エレスとどんどん硬いになる、うん、ちょっとエネルギーが入ってない、うん、なんかどうすればいい？そういう時は休憩を取ります、うん、なるほど、うん、しばらくしてパッと向いてみると俺は一体何を書いてたんだというあこうした方がいいじゃんっていう発想も出てくるんで、うん、そうかこれ考えないでした、うん1日前に描いた自分の絵なんてね本当に直したくてしょうがないですよ、うん、結構勉強になりましたありがとうございますいえいえで、はい、次ですか次はいこちらなんですがまあパッと見、うん、気づいたことを言わせてもらうと横から見ると人間がこういう風に座ってますよねはい、まあ、かかとはここら辺に来るんですよねあやっぱり長さは、うん、ということはちょっと長いかなねえなるほどそうね私が多分普通のなんか星座みたいに直接下に、うん、来るように書いちゃったけど、うん、本当はもう少しこの左側に、そう外側に、 ここら辺に来ればベストだな。なるほど。こういう角度で書くんだったら、下書きはどうやって書けばいいですか？私が、うん、2つの丸い形を書いちゃって、うん、まあ、それで整えたんですけど。そうだな。大体腰は日本語で書くと、この月っていうのは肉付きって言って人間の体を表すんですよ。おで、要って読むんですけど、この字は
あの一番大事なところ、うん、体の一番大事なところっていうのが腰なんですよ。そうなんだ、知らなかった、面白い。だから腰をしっかりあの安定させて描くっていうのはちゃんと収まりのいい絵の近道。じゃあしっかり腰の立ちを決めてからそこから足が出張っている。そうですね、多分みんなこの足描くのは、なんとなく描けると思うんですけど、うん、このあのカメラに向いてる足を何かコツありますか？そうですね、まあなんか2つの丸とか、うん、まあ、パースに合わせていくとね、根元と先っぽがこんな感じじゃないですか、うんうん、こっちを描いたとしたらそれに合わせるにはどうしたらいいのかっていう少し開いてるところだ、うん、ここだなってわかるじゃないですか、うんうんうん、それでまあこの角度だと人間の足っていうのはどうだったかなっていうのを思い出しながら、こういう線が入ったよなとか、まあお皿の位置を意識しながら、で奥に行くのってね結構難しいから、それをまあ慣れですけどこれも意識しながら描いていけば、なるほど、なんとなくなんか想像と思い出すことをなんかバランスでやりますよね。なんか物理的にこうなると想像して、うん、あとこういう線がよくあるよとか、まあ、あの実際の写真とか見るとあれちょっとこれ決まってないような線で描くとって、うん、いう時は、ね、かこのいい見栄えのいい絵に変えちゃったりしますから、うーん、まあ、この足のつま先なんか本当にね、角度に隠れちゃってこれしか見えないけどこれがあるとないとではちょっとね説得力が違うんで。なるほど、そうね、ありがとうございます、はい、というわけでサンタクローズが来てるよ、サンタクローズが出発できないよサンタクローズいないよ私ですトナカイが来ました。サンタクローズは どこか分かりませんそしてすごい難しいと思うんですけど、カメラに近づいているようなあのパースに乗っている足とか難しいですね、うん、では皆さんどうぞ自分の想像してるサンタさんプレゼント持ってくる人、ああはい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 という意味でサンタさんを書いてください、うん、そしてあのディスコードとかコミュニティグループにアップしてください、うん、お願いします。いろいろアドバイスありがとうございました。どういたしまして、うん